フレーベル模様織りの6個をつなげたリースを作ります。と裏表色のついた折り紙で折るととっても綺麗に仕上がります。で、一つがこういうものなんですが、このボコッと出てる部分を出したいときは出したい色の方を上にして折っていきます。まず四角に半分に折ります。広げてつけた折り筋に合わせて半分に折ります。ここはきちっとギュッと折ります。反対側も真ん中に向けて折ります。ここもギュッと折ります。そして縦長に置き一度半分に折り、折り筋をつけます。この時にここがぐちゃっとならないように気をつけてください。指でこのようにスッとしてギュッと強めに折り筋をつけます。一度開き、つけた折り筋に向かってこのように折ります。この時もここがぐちゃっとならないように指を入れてキュッと折ってください。反対側も真ん中に向けて折り、強めに折り筋をつけます。そしてこのままここにこう真ん中に折り線が残っているのでそこに合わせて三角に折って折り筋をつけます。この時はふんわりで大丈夫です。こちらもこことここを合わせるように折ってふんわりと折り筋をつけます。反対側も真ん中のここの折り筋の線に合わせてこことここが合うように折り筋をつけます。もうふわっと、反対側もこのようにつけます。そして一度開き、今度はこの正方形を斜めにこう三角に、こことここが合うように三角に折って折り筋をつけます。一度開き、今度はこっちからこっちです。こうですね。そうするとこのように折り筋がつけます。で、一度この状態まで開き、ここをこのように開きます。先ほど折り筋をつけたのでとても簡単に開くことができると思います。このようにで、ここがきちんとこう折れるように合わせてください。こちら側にも一度倒して折り筋をつけてください。ですね。で、次はここを起こしてこの中に指をここまで入れてこのように潰します。こちら側も指をこの間に入れてこの角まで指を入れてこのように潰します。次ですが、こう開いて一度手前に引き出します。そしてこの真ん中の線にここの線
合わすようにこのように折ります。その時ここを人差し指でグッと押さえてこう入れます。そしてここギュッとしていってここを押さえながらこのように潰します。こちらがいきます。この線とこの線が合うようにこう、ここ指入れて折ってこうですね。ここが少し難しいかもしれません。もう一度やりますね。こうあったんですけど一度開いてこうしてこうです。こうしてこうです。で次にこれを三角に折ります。大きくギュッとしてください。一度開いて折った折り筋に合わせてこう折ります。この時にこの線が全部まっすぐになるように折ります。そしてこうします。これを後の3つも同じように折っていきます。これですね。で次はこの間のところをここに折ります。ギュッとします。開いて真ん中に合わせて折り、これも向こう線がまっすぐになるようにで向こう側へ倒します。あとの2つも同じようにします。三角に折って開き真ん中に向けて折り戻します。こうですね。そして折り筋をつけていきます。まずここの真ん中からこう折り筋をつけます。こうですね。次は真ん中からこちらの斜めの線に折って折り筋をつけます。次はここの横の折り筋をつけるんですが、ここが硬いので裏向けて指でこうグッと押さえながらくちゃっとなるべくならないようにこのように。こちらも同じように折ります。次ここも同じように折ります、ね、で次が少しややこしいのですが、ここの線とこの真ん中の線に合うようにこのようにこう折ります。この時にここがくちゃっとなるのでちょっと指で押しながらこうですね。そうするとちょっとふくらんできます。それがこんな感じです。もう一度言います。この線とこの線が合うようにこう折ります。でこう指でこう潰す感じでこう折っていきます。反対側もこの線とこの線が合うように
で、なるべくここが合うように折ってほしい。で、こう指でこう押さえながら、この裏にこういうふうに押さえながら折っていきます。そして最後はこの線をこちら側に折って折り筋をつけます。この端っこが巻き込まれないように、こうこういう感じで、最後はこう折って支えたまま、このように折っていきます。これでパーツの一つが完成です。で、これと同じものを6個折ります。つなげていきます。一つの右上の部分とこの部分合体します。右上のこの緑の部分のここが開いてるので、この中にここを入れていきます。こういう感じです。ぐっと入れていきます。こうですね。で、またこれを別の一つの右上のこの部分に、ここですね、ここをこのようにグッと差し込んでいきます。これを全部繰り返します。このようにちょっと外れやすいので、のり付けをするといいと思います。テープで留めていきます。こんな感じです。最後も
り付けをして、最初のこの部分にここですね、はめていきます。形を整えて、リースの完成です。バラの花みたいにも見えます。